これが三股辻の井戸だが、鳥羽はどこだ。もう誰も信じられないね。何も知らない顔して賊とつるむなんて恥知らずだよ。貧しい哀れな女子に見えたんだ。男が近くに来た時にはもう手遅れさ。よし、いい子だ。さあ来い。道を進んでみるか。これが例の鳥羽、あばら屋のようだ。誰か。俺の地図だ、帰れ。酒井陣と申す、開けろ。それじゃあ俺は天照大御神だ、帰れ。他の入り口を探すか。お主がアマテラスとはな。地図はどこだ。お許しください、地図はないんです。浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです。罠か。使いだと分かってるんでしょう。あいつら地図で人儲けするつもりです。侍、出てこい。いい取引があるんだ。ここにおれ。そういたします。
麦御前の地図を探しているそうだな。売ってやってもいいが、値は張るぞ。盗人と取引などせん。だろうな。だが使いの仕事をするのだろう。こちらに地図を渡せ。奪ってもいいのだぞ。あんたは噂通りの堅物だな。負け戦は嫌だろ。地図が欲しけりゃ金を払え。二度も言わせるな。殺せ。死んでもらおう。先切ってやれ。誰かが地図を持っておるはずだ。これだな。沼中の宿、クメがおるはず。何か聞こえたぞ。逃がしはせんぞ。何かいるぞ。行こう。刃のサビに見つけて。
けて、あいつらが無理やり、誰も傷つけたくなかったのに。何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら、誰か来るのを待って、多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。ふぬけばかりか。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。侍様、何かお礼をさせてください。礼には及ばぬ。だがなぜここが？つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか？我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。엔나가엔나가엔나Ha ha ha.
지하로
少々。